疑問クボ、竹房さん、U23 カタール戦に出場してたら日本代表は輝けたのか。五輪とか久保潰されそうだし出なくていいよ。ここに久保入れても周りがサディクみたいじゃ、どうしようもないな。ここで、久保やらせるのはグロすぎるな。A 代表の主力だしオリンピックなんかどうでもええやろ。久保もやる気ないじゃん、応援してますとか言ってたし。ソシエダの主力で CL 出てるし世代別なんてもう眼中にないだろ、東京五輪で卒業だわ。まあ五輪っていうのが国内でくすぶってる選手が世界にアピールする場っていう認識くらいにならないと強豪とは言えないんだよな。この年代でヨーロッパのトップレベルで活躍してる選手が久保しかいないのは結構やばい。今のメンバーでもチャンスは作れてるから久保いてもさらに決定機が増えるだけで味方のストライカーが決めきれないと意味がない。久保に限らず一人次元が違う選手入れても勝てないのがサッカーでしょ。メッシだって代表だと相当苦労してたわけで。久保は別格だろうけど一人久保みたいな選手がいても久保にボール供給する久保がいないんだからきつそう。史上初五輪予選敗退しようとか言ってるけど、史上初五輪予選敗退は東京世代が達成してるぞ。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。